エレオノーレフォン・エッティンゲン・シュピール・ベルクは、オーストリアの貴族女性で、18世紀後半のウィーン、貴族者公会の中心人物。結婚後のエレオノーレフォン・リヒテンシュタインの生命で、知られる。神聖ローマ皇帝ヨーゼフ2世の親友かつ、重い人であり、青年期のクレメンス・フォン・メッテルに非公爵の被護者だった。エッティンゲン・シュピール・ベルク公女ハン・アロイス1世と、その妻で、 シュレース・ビヒホルシュタイン・ゾンダーブルク・ビーゼンブルク公レオポルトの娘であるて、レーゼの間の三女として生まれた。先例名は、マリーエレオノーレがブリエレ、バルブルがオイフェーミアであった。母を誕生の一週間後に亡くしたこともあり、1749年に4歳で、ストラスブールの女子修道院に預けられて、教育を受けた。1760年に、 母方のおばエレオノーレが亡くなると、姉レオポルディーネと共に、おばの遺産相続人となり、エレオノーレは、モラビアの領地を相続した。姉妹は裕福な女子相続人として有名になり、姉妹揃って、皇后マリア・テレジアの女官に任命され、皇后の娘たちとも親しくなった。姉は、皇帝家の最小ベンツェル・アントン・フォン・カウニッツ公爵の、チャクナン結婚した。 自身も1763年5月30日に、ホーフブルク宮殿において、カール・フォン・ディ・ヒテンシュタイン公爵と結婚した。夫妻は間に7人の子供を設けるが、エレオ・ノーレは結婚後数年経つと、騎兵相関、カール・オドンネル伯爵と浮き名を流すなど、必ずしも夫に従順な妻とは言えなかった。エレオ・ノーレは、皇帝ヨーゼフ2世のお気に入りの女友達となり、ねえや、 いとこたちと共に、ウィーンの貴族社交界で重要な地位を占めるようになった。エレオノーレを中心とするサークルは、5人の貴婦人、または5人の公爵婦人と呼ばれ、1768年頃に、形成された。このサークルは1770年頃になると、ヨーゼフ二世の長愛を格好たるものにし、貴族社交界の頂点に立った。 ヨーゼフ2世は少なくとも週1度、多い時には週に4度も彼女たちとの社交の時間を楽しんだ。このサークルに自由な出入りを許された男性は、ヨーゼフ2世の他にはいずれも皇帝の親友だった、陸軍大将、フランツモーリッツ・ホン・ラシ伯爵、自重長、ボルフガング・フィリップ・ホンをオルシー・ニ・ローゼンベルク伯爵の二人だけであった。ヨーゼフ2世はエレオノーレに惹かれ、 愛人関係を持とうとしたようだが、エレオノーレは皇帝の恋愛感情に応えようとはしなかった。1772年頃にはそうした話は立ち消えになり、二人の関係は複雑な感情をはらむものに変わった。エレオノーレはヨーゼフ二世が進めようとした請求な政治改革を恩恵な形に抑えるのにかなり貢献した。特に皇帝が、 啓蒙主義的な観点から攻撃的な宗教政策を始めたときは、これに強く反対した。しかし、エレオノーレと皇帝の友情は皇帝の死まで続いた。ヨーゼフ2世は1790年、死の3日前に、エレオノーレら5人の皇爵夫人にあて、彼女たちの友情に感謝するとした、生涯最後の直筆の手紙を執筆している。 1790年にヨーゼフ二世が死去すると5人の公爵夫人のサークルは特権的な地位を失ったがエレオノーレ自身はその後も一定の政治的影響力を保ったフランス革命戦争中にオーストリアとフランスの間の和議を話し合うラシタット会議が開かれていた際には外務大臣フランツ・フォントゥーグーと男尺がフランス革命が起きているにもかかわらず 未だに、親、フランス、ハンプロイセンの外交姿勢を放棄していないことを、鋭く批判した。エレオノーレはこの頃、1795年に、姉の一人娘と結婚した、外交官、クレメンス・フォン・メッテルニヒを可愛がるようになった。彼女は、外交政策の方向性に関して、ギリノイ・メッテルニヒと、意気投合していた。トゥーグートが1801年に失脚した後、 メッテルニヒが、ザクセン駐在大使に任命された際には、エレオノーレの影響力が働いたと言われた。晩年、エレオノーレはメッテルニヒが、マリー・ルイーゼ大公女とナポレオンの政略結婚を成立させたことに憤慨し、メッテルニヒと疎遠になった。エレオノーレは、姉との間で文通をしており、彼女の手紙は、ウィーンの宮廷生活や、当時の社会についての様々な証言を提供する。 資料の一つとなった。19世紀の歴史家、アダム・ボルフは、エレオ・ノーレの文通をもとに、彼女の伝記を執筆している。夫との間に六男一女を設けた。夫妻の子孫は、リヒテンシュタイン家内の冒険、カール系統を形成したが、1908年に、断経が耐えている。ありがとうございます。